おはようございます。ライブ配信で見られている方も皆さんおはようございます。ハッピーサバス、とても正直言って緊張しておりますので、皆さんそこのところよろしくお願いいたします。はい、それでは、今日は、ね、VVC あの特別賛美歌はありがとうございます。あと子どもの話もありがとうございます。もう桜餅って4月、新しい、まあ、新学期が学生の方々は始まりますし、社会人の私も、新しい新入社員とかが入ってきましてですね、新しい環境が始まるとやっぱりこう最近は4月病というものがあるそうです。5月病じゃなくて4月病があったりとかですね、あの就活でこういろんな質問を最近はされるそうですけれども、面接であなたを動物に例えると何ですかという質問があるそうです。あらかじめ準備しておかないと自分の中であれ何かなっていうふうにちょっと戸惑ってしまう、就活生もいるそうです。さまざまなあの企業の面接を受ける、想定外の質問にもう答えれるように、準備と対策をしていく必要が皆さんありますね。ではここで皆さん問題です。出るかな、はい、皆さんも心の中で、動物もしくはまあ昆虫でも何でもいいんですけれども、何かなと例えてみてください。人懐っこい、まあ、性格で忠誠心が強い人は、まあ、ワンちゃん犬かなと思いますし、ちょっと気分嫌だなと思う人は猫ちゃん、また私怠け者だなと思ったらもうそのままズバリの怠け者であったり、あとまあね、ちょっとこの間まで冬だったのであのこたつから出るのがちょっと億劫だなと思う人はカエルさんだったり、あとクマだったりするかもしれません。でもご自身のことをよく働くアリだっていう人はなかなか少ないのではないでしょうか。ではちょっとアリについてちょっと特徴を述べたいと思います。ちょっとウキペディアから引っ張ってきました。アリは八目アリ浄化に属する昆虫の総称です。体長は1ミリから30ミリ3センチですねほどの小型の昆虫で、人家や畑の近くに多く住んでいて身近な昆虫としてます。まあ、原則としては産卵行動を行う少数派の、女王アリと育児や食料の調達などを行う多数の働きアリ、餌を得るために狩りや巣の防衛を行う兵隊アリなど群れを作る昆虫社会だそうです。で、皆さんもよくちっちゃい頃はアリを見たことが皆さんあると思うんですけれども、アリって本当すごいですよね。自分の体よりも大きいサイズのものをこう運んでたりとか、石があったとしてもこう意地悪をね時々子供とかしてるかもしれない、こうアリをこう列で見たら間にこうやって石置いてどうなるかなと思って石こうやってねきちんとこう避けてこう通ったりとか、本当に賢いですよね。で、一匹で運べないときはどうしてるかっていうと、こう仲間を呼んで少しずつあのこう運んでいく姿をして、ちょっとアリさんってすごいなって感動したのを覚えています。で、ちょっと先ほどの箴言のところをお読みします。怠け者よ、アリのところに行ってみよ、その道を見て知恵を得よ。続いて、箴言の6章7節と8節もお読みします。アリには、首領もなく指揮官も支配者もいないが、夏の間にパンを備え借り入れの時に食料を集める。本当にアリは根気強く将来のために備えているということが分かります。で、この箴言には他に4つの賢い、動物というか昆虫が出てきます。そちらもちょっとご紹介しますね。箴言の、30章24節から28節お読みします。この地上に小さなものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。アリの一族は力がないが夏の間にパンを備える。イワダヌキの一族は兄弟ではないが、その住処が岩壁に備えている、構えている。イナゴは王はいないが、隊を組んで一斉に出動する。
ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿に住んでいる。この4つの生き物、アリ、イワダヌキ、イナゴ、ヤモリが記されていますが、その筆頭に挙げられているのがアリです。アリは働けというし、まあ、リーダーはいませんけれども、自分の役割っていうのをそれぞれ持っていて一生懸命に働きます。夏のうちにこうやってこう食べ物を蓄えたり、こう巣を作ったりして頑張って働いています。群れの命の継承のためにきっとしてるんだと思います。まあ、それがアリが知恵者中の知恵者と言われる理由などだと思います。で、対して信玄には怠け者に対して話を展開させているところがあります。で、その怠け者に対してどう言っているかというのが今日の、読んでいただいた、箇所になります。では実際に何をしろと言っているのかというと、怠け者よ、アリのところにまず行ってよく見て知恵を得よって書いてるんですけど、そもそも面倒な人って動きますか？そんなに動かないと思いますし、とてもこう活動するのに億劫になってしまうことがあると思います。でもアリはコツコツと将来に向けて準備をして、本当に先見の明がある、そして必ずやその時のが来るっていうことを予測して備えている生き方ですよね。じゃあ我々は神様のご計画のために献身的な働きをして生きる生き方、アリさんを見習うっていうことが大切なのではないでしょうか。では今日の、テーマなんですけれども、怠惰とクリスチャン生活についてお話をしていきたいと思います。言っておきますが、怠惰なではなくて怠惰とクリスチャン生活です。怠け者よ、信玄ちょっと読みます。信玄の、6章の9から10、スクリーンには出てきませんがお読みします。怠け者よ、いつまで横になっているのか、いつ眠りから起き上がるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また横になる。いや、家事とか仕事とか、トレーニングを怠けて何をするとでもなく、だらだらと時間を無駄に過ごすっていうのは、結構皆さんにとっても至福な時ではないでしょうか。私も朝こう寒い時期とかは布団から出れずにこうゴロゴロとしています。でも今回ね、今週はそんな怠けてることもできずですね、今日の説教に向けて準備をしたりですとか、あと私仕事をしてますので、火曜日にちょっと大きな案件がありまして、もうダブルパンチで結構日々忙しくしてました。そんな中なんですけれども、ここ最近夜9時半にですね、教会の一人の方とメンバーの方と祈り合う時間を持つことができてます。で、祈りを続けるってすごく本当にありがたいことで、本当神様に全てを委ねて祈り合うことで、本当怠惰な気持ちっていうのはなくなって、こう前向きにやっていこうってこう思える、そして今日このように準備ができている。本当に本当に祈りがなければ、もう最初から無理だと思ってそっちの方に気持ちも切り替わなかったと思います。本当神様が与えてくださったこの機会、そしてその祈りの時間というのは特別で、感謝です。ちょっと話をまた戻します。信玄に怠惰っていうのがたくさん出てくるんですけれども、ちょっとスクリーンに出しますね。どの箇所かと言いますと、こちらの箇所になります。ちょっとざくっと読んでいきますので、皆さんお耳だけ貸していただければと思います。怠惰に関することが、信玄にはたくさん書かれています。特に信玄は怠惰に関することわざや怠け者に対する警告でいっぱいです。怠け者は働くことを嫌い、怠け者の欲望はその身を殺す、その手が働くことを拒むからだ。眠ることが大好きで、戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。言い訳を言い、怠け者は道に獅子がいる、巷におじしがいるという。時間や活力を無駄にして自分の仕事をも怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟である。愚か者に自らを賢いと思ってしまう。
怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも、自分を知恵あるものだと思ってしまう。まあ、このような、怠け者なんですけれども、ちょっと自分もちょっと耳痛いなと思うところがあるかもしれないです。で、その怠け者の末路が続いて書かれてます。ちょっと、すみませんがスクリーンを変えてもらえますか。はい。怠け者はやがて、奴隷や、召使いになってしまいます。箴言の12章24節です。勤勉な手は支配し、怠惰な手は奴隷になる。そして未来は暗く、なってしまいますよね。そうなると、で20章の4節、怠け者は冬に耕さない、借り入れの時に求めるが何もない。これが20章4節です。やがてそうするとこうだんだん貧しくなっていきますよね。で13章の4節、怠け者は欲望を持って何も得られず、勤勉な人は望めば豊かになる。怠惰というのはクリスチャンの生き方にちょっと背を向けるものだっていうのが分かるかと思います。でも怠惰って本当に何なんですかね、クリスチャンにとって。でテサロニケの手紙の第2にその怠惰について具体的に書かれているところがあります。と開けますね、読みます。テサロニケの手紙第2、3章の6節、兄弟たち、私たちは私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な仕事をして私たちがから受けた、教えに従わないでいるすべての兄弟たちを避けなさい。これ今日内出さんがお話しくださった主に交わればみたいなところですね。7節、あなた方自身私たちにどのように習えばよいかよく知っています。私たちはそちらにいたとき怠惰な生活をしませんでした。また誰からもパンをタダでもらって食べたりしませんでした。むしろ誰にも負担をかけまいと、夜昼大変苦労して働き続けたのです。援助を受ける権利が私たちになかったからではなく、あなた方が私たちに習うように身をもって模範を示すためでした。実際あなた方のもとに行き、私たちは働きたいものは食べてはならないと命じていました。ここでですね、パウロはテサロニケの人々と一緒にいた間本当に実直に働いていたってことは分かります。よくね、私もちっちゃい時に言われたんですけど、働くざる者を食うべからずですよね。このことわざのもとになっている、箇所かと思います。でちょっと続きを読みます。第二テサロニケの、2章の14節、あちょっと違いますね、続きではないです。テサロニケの、第二の2章14節をお読みします。神はこのことのために、すなわち私たち主イエス・キリストの栄光に預からせるために、私たちの福音を通してあなた方を招かれたのです。ですから兄弟たち、しっかり立って私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守りなさい。そうなんです。こう、まあ、働かざる者食うべからずとは言ってはいるものの、こうして、パウロはテサロニケの人々をこう励ましてるんですね。でここから読み取れることは、神様は私たちに何を求めてるのかっていうところなんですけれども、働くことを期待しています。神様からの務めを果たしてほしいということがこちらで分かります。で、ですね、創世記にも書かれているんですが、エレンの園に、置かれたときに、園を世話するように神様は私たちに命じました。主なる神は人を連れてきてエレンの園に住まわせ、人がそこを耕し守れるようにされた。そうなんですよね。私たちは働くことが務めなんですよね。神様からもらったそれは役割なんです。まあ、そもそも働くことは神様からの祝福であり、楽しい務めだったんですけれども、しかし罪を私たちが犯して以来、私たちは怠惰になって、神様の喜んで神様を喜んでご計画を遂行するっていうことができなくなってしまいました。怠惰は、人を創造された神様のご計画に反することなんですね。でも働かないっ
ていうのと近しい言葉で何もしない、こう何もしない、プラスでもマイナスでもないみたいな、罪が生じるんだったらもう何もしない方がいいんじゃないっていう、怠惰なクリスチャン生活にこう可もなく不可もないみたいな、生活を選択することはじゃあ実際罪にはならないのかなってちょっと考えてみました。ではマタイの、25章の14節から30節こちら あのタラントの例え話を皆さん思い出してみてください。この例え話のテーマは神への忠実さです。財産を増やした、しもべの二人は主人によくやったと褒められ、財産をこう土に埋めたしもべはそうなんですね叱られました。その差は単なる金額差っていうのが問題ではないんですね。お金の問題ではないんです。まあ、例え話に登場するのはそれぞれ主人が神、しもべは私たち、神様に使えるクリスチャンですね。タラントは神から与えられた才能や能力です。私たちは誰もが皆さん素晴らしい才能や能力を神様から与えられています。それは一時的に預けられているに過ぎません。いわば神様に皆さんのタラントを管理して任せてもらっている状態なんですね。与えられている才能や、その賜物の大きさは人によって違いますけど、そこが、まあ、大きさがどうあれポイントは違うんですね。大切なのはその持っているタラントを神様のために生かしたいっていう気持ちです。その気持ちがなかったら、そのタラントを使わなかったしもべは何もなかった、何もしなかった罪っていうことで責められたのです。ちょっとそこでですね、あの瞑想の言葉、皆さん、今日の修法に載ってると思うんですけど、そちらをちょっとお読みしたいと思います。神は神の大義に怠惰な人を無視されます。神は資料があり、親切で愛情深く真摯な働き手を望まれます。積極的な活動は牧師を育てます。怠惰は堕落の証拠です。精神のあらゆる機能、身体のあらゆる骨、手のあらゆる筋肉は神がこれから機能を使うようにと設計されたことを示しています。使わないでおくようにされたのではありません。さあ、でも人間はもともと怠惰を性質的に備えている。でも一方で神様はずっと励ましてくださってますよね。そしてこう働くように招いてくださってるんです。聖書の、エフェソへの信徒の手紙2章8節か8節から9節に、書かれているように、救いを受けた私たちは皆、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるものではありません。それは誰も誇ることがないためなのです、という正しい教えを、受けています。しかし神様に変えられた私たちが実を結ぶ必要が全くないとここで勘違いしてしまうクリスチャンは怠け者になってしまう可能性があります。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られました。神は私たちが良い行いを歩むようにその行いがあらかじめ備えてくださっているんですね。私たちは行いによっては救われませんが、救われた者の信仰の行いによって、表されるものなんです。ここに少しあの第二コリントの、スクリーンの方を開けてもらっていいですか。第二の手紙の、5章17節です。だからキリストと結ばれる人は新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお捧げになりました。主は私たちの肉を持つこう怠惰に
こう向かってしまう傾向に打ち勝つ力をくださるんです。そうなんですよね。私たちにこう力をイエス様は与えてくださってるんです。本当ハレルヤですね。私たちは怠けやすく弱いものですが、主に頼り力をいただいて、それぞれのタラントを生かし、楽しい働きができます。私たちクリスチャンは忠実に働いた自分たちの行いがやがて主に顧みられることを知っています。再臨に向けてありのように準備してまいりましょう。ここでエレン・G・ホワイトの言葉を読みます。私たちが神に近づくには霊的に眠っていてはなりません。クリスチャンの献身、個人の献身、キリストの知ることにある知的な前進が必要です。私たちは義の身で満たさなければなりません。私たちが父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることは、世は知るべきです。さあ、立て、ここから出よう。今日の説教を終わらせていただきます。